マービン・ A、マービン・ A、マービン・ A、1939年4月2日から1984年4月1日は、アメリカ合衆国のミュージシャン、作曲家。首都ワシントン DC にて、ペンテコステ派の説教師であった父マービン・シニアと、母アルバータ、旧姓、クーパーのもとに生まれる。出生名は、マービン・ペンツ・ゲージュニア、マービン・ペンツ・ゲージュニア、 地元の教会で聖歌隊に参加したことがシンガーとしての第一歩である。歌と同時にピアノやドラムといったいくつかの楽器の演奏技術も習得し音楽の下地を養った。しかし音楽に没頭するきっかけは厳格な父によるしつけの範囲を超えた精神的虐待であった。これが後の彼の人生にトラウマとして残ることとなった。学業を終え、 空軍に入隊、除隊した後にドゥーアップコーラスグループ、マーキーズの一員として活動を開始する。いくつかのグループを渡り歩くうちに実力をつけた。彼はデトロイトで講演した際に、モータウンレコードの社長であるベリーゴーディジュニアにその才能を見出され、同レーベルでソロシンガーとしてのキャリアを踏み出すこととなる。このプロデビューの頃、性の表記をゲイからゲイに変更した。 モータウンに所属していた初めのうちは、ドラマーとしても活動しており、同レベルに属した、優れたスタジオミュージシャンとの親交を深めた。この経験は後に、楽曲を制作する際に、適材適所でミュージシャンを起用し、演奏者の技術を最大限に引き出すという点に生かされていくこととなる。特にベーシストであるジェームス・ジェマーソンは、彼の作品に大きな貢献を果たし、 数々の作品を生み出すこととなる。やがて、ソロシンガーとしていくつかの作品を出すうちに、少しずつシングルの売り上げも伸び始め、また、社長の実の姉であるアンナと結婚したことも、弾みとなってか、悲しい噂、Can I Get a Witness, Pride and Joy, How s w e イ t It Is, I'll Be Gone などのヒット曲を生み出した。ナットキングコールの宣伝ともスペルの影響を受けた、サムクックや、 ジャッキー・ウィルソンの力強さを兼ね揃えた彼の資質は、モータウン所属の歌手の中でも、高い人気を得ることとなった。特に1960年代の中期で、彼の人気を決定づけたのは、同レーベル所属歌手のタミー・テレルとのデュエットである。息の合った二人のデュエットは、高い人気を誇り、エント・ノー・マウンテン、ハイ・イナフや、エント・ナッシング、ライクザ・リアル・シング、 You are Precious Love などの曲を数多く世に送り出した。また、69年には、ソロとして、悲しい噂の大ヒットを放った。しかし、1970年に、テレルが脳腫瘍により24歳で溶接したことがきっかけで、一時期音楽活動を休止してしまう。パートナーであった彼女の不在とともに、刻々と変化する時代に対して、自分が今までの持っていた。 音楽性に疑問を持ち始めたことも大きな要因であった。やがて、ベトナム戦争から復員してきた弟フランキーと再会したことをきっかけ、また新たな音楽性を示すこととなる。1971年1月、シングル、ホワッツ・ゴーイン・オンを発表。この曲の成功を受けて、同年5月に同名のアルバム、ホワッツ・ゴーイン・オンを発表する。 華麗で美しい楽曲と隙のない緻密なアレンジによる音楽性は絶賛を受け、シングルカットされたマーシー・マーシー・ミーもヒットを記録する。アルバムには他にインナー・シティ・ブルースが収録されていた。音楽以上に人々に衝撃を与えたのは、このアルバムがベトナム戦争や公害、貧困といった社会問題を取り上げた歌詞と、それに対する苦悩を赤裸々に表現したマービンの歌唱であった。 当時、シングル版が中心であった黒人音楽の世界に一つのテーマ、特に社会情勢などをもとにしたコンセプトアルバムを制作ることは画期的なことだった。またこのアルバムの内容について、モータウンは消極的な態度だったが、マービン自身がセルフプロデュースという制作体制で臨んだことも注目を集めた。自分の感じたままのことを干渉されずに作品に、 まとめ上げるという、このセルフプロデュースの姿勢は、同世代に活躍した黒人ミュージシャンに大きな影響を与えた。マービンの行動に触発されたダニー・ハッサウェイや、スティービー・ワンダー、カー,ーティス・メイ・フィールドなどのアーティストが、より自分の才能で、個人的世界を音楽に反映し、意欲的で充実した作品を生み出すことになった。彼らの音楽は、ニューゾールと呼ばれた。また、 ニューソウルは80年代のアレクサンダー・オニールら、次世代の黒人アーティストにも受けがれていった。サタニー・マービンは、より私、小説的な内容の作品を数多く生み出していく。72年には、サントラ版、トラブルマンを発表。恋人への愛情と性への欲求を表現した、レッツゲットイットを、1973、孤独と愛への欲求を表した、アイ・オンという。 1976などの充実したアルバムが制作、発表された。だが、やがて戦災との泥沼の離婚調停や二度目の結婚生活の破綻、自身の薬物依存などが原因で70年代後半は講と共に低迷していった。それでも77年にはディスコ風の黒い夜がかなりのヒットになった。ヒアマイィア1978 は離婚の一部始終を打ち負けたアルバムだったライターマークラパポートはこのアルバムを10年以上聴き続けたという一度は破産などのどん底の状態にあったマービンではあったが彼の才能を惜しむ後演者が積極的に援助に回ってくれたことがきっかけとなり途切れがちだった音楽活動も徐々に復調し始め1980年のモントルーでのライブを皮切りに 1982年には移籍した CBS コロンビアよりミッドナイトラブをリリースする。ドイツのミュンヘンにてレコーディングが行われ、シンセサイザーを使用した本作は発表と同時に評判を呼び、シングルカットされたセクシャルヒーリングも全米シングルチャートの位を記録するヒットとなった。翌1983年にはマイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーらを抑え、 グラミー賞を受賞するなど、健在ぶりを見せつけた。しかし、彼のキャリアで最大の成功を収めた本作が遺作となった。1984年4月1日の12時半頃、自宅で両親の喧嘩を仲裁した際に、父マービンシニアと口論になり、月光した父が拳銃を発砲、至近距離から放たれた2発の弾がそれぞれ胸部と肩に命中し、 病院に運ばれる前に死亡した。その日は、マービンの45回目の誕生日の前日だった。また、父が使用した拳銃は、生前に息子からプレゼントされたものであった。4月5日には、自宅前で、マービンの告別式が行われ、モータウン時代の名優を含め1万人以上の人々が参列した。その後、父マービンシニアは裁判で、誤殺。 ボランタリーマンスローターの認定受け、判決で6年の執行猶予と5年の保護観察を言い渡され、1998年に廃炎で死去した。現在でも彼の作品に対する評価は高く、アイボンというなどは、私生活の混乱やレコード会社より、アルバム制作のノルマを課せられていたことにより、リオンウェアが発表する予定であった楽曲をそのまま、 譲り受けたものであるが、その独特のコーラスワークなどは、彼のオリジナリティと創造性が十二分に発揮されている。また、1980年には、音色が安っぽく無機質で陳腐なものになりかねない、シンセサイザーを使用し、現在でも違和感のない情緒豊かな内容に仕上げている。そして、2015年には、チャーリープースが、メーガントレーナーをフィーチャーして、 マービン芸能なおタイトルに刻んだ曲を発表した。映画、マトリックスシリーズなどに出演した歌手、女優のノーナ・ゲイは娘である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。